当初、現在の違いというのが分かるのであれば教えてください。道路の縁ギリギリまで瓦礫の山がありました。見た感じ減ってるようですけれども、ここの瓦礫を二次置き場の方へ分別して運んだだけで中身はほとんど減っていません。こんなにあるとは思わなかったんですけども、これが石巻で100年分と言われている瓦礫の一部のようです。岩手県全体の440万トンはるかに超える量をどうやって処理していくのかが課題です。